はい、渋谷駅にですね、このジャンププラスの広告、アーニャのでっかい広告があります。すごいですね。さあ、そして今日のお目当てはですね、はい、今日のお目当てはこちらです。はい、プロントカフェが今スパイファミリーコラボやで、すごいあの上のあーなんだっけ、ちょっと流しちゃった。すごい、プロントカフェがですねスパイファミリーコラボを今やってまして、はい、こんなたくさんのコラボメニュー、パスタですね、パスタが中心のコラボメニューちょっとあんまりそんなに混んでないの、ちょっと行ってみましょう。レジの下も同じです。ではですね、ちょっと席にもなんかいろんなシールが、これはバスだね。そしてこれ電話だ。そしてこれアーニャがですね、いちごチョコミルクです。このね、ノベルティがこれで、こういうタグがついてるんですよ、ドリンクにはね。じゃあ、飲むときはこういう風に、こうするんですよ。めっちゃ、結構弾力がある。じゃあ、いただきます。うん、イチゴの果肉が入ってますね。めちゃくちゃ美味しいです。店内はですね、こんな画面写真が飾られています。はい、シールもいろいろありますね。もう跳ねますよ。はい、そしてですね、来ました、アーニャのピーナッツとカリカリベーコン、アーニャの好物がすごい詰まったパスタになります。はい、キメラさんがいますね。アーニャさん、はい、美味しそうです。はい、じゃあアーニャのピーナッツビーツカルボパスタいただきたいと思います。これ何ですか、これ主体は、主体のあれは何でしょうか。うん、すごいクリーミー。うん、これもあるね。キメラさん、キメラさせてもらって。はい、じゃあアーニャピーナッツが好きなんで、うん、うまいピーナッツで、カリカリベーコン、これもねアーニャの好物させない崩れちゃう。そして微妙にくっついてる、うん、本当にカリカリですね、うん、美味しいっす。ノベルティーの、おお、なんだこれ、あーにゃでしたね、しまった全部ある状態で写真撮ればよかった料理ある状態で写真撮ればよかった。まあいいや、まあ、ちょっとクリアファイル、クリアファイルも6種類もある。ん？おお、クリアファイルはね、誰ってわけじゃないか、模様なんですけど、でもこれあれか、よく夜さんだな。いや、そんなことないか、なんかいろいろか、いろいろですね、夜さん。銃はロイドだし、今日ゲットしたノベルティですね、コースターで、これはまあ、タグは
決定で、ね、木下さん、そしてファイルがこちらみんなのブースということで、いい感じですね。なんかすごい空いててめっちゃいいですね。皆さんもぜひ、渋谷も空いてます。こっち側は写真が違います。ここに戻して、はい、ありがとうございました。